入った路地を横丁と言います。横丁は日本全国地域によって種類も歴史も様々です。東京だけでも数百箇所あると言われます。東京で住みたい街として人気の高い吉祥寺、緑豊かな公園があり、食事や買い物が楽しめるおしゃれな店が多いことでも知られています。駅前の近代的なビル街に囲まれた一角に人気の横丁があります。その名もハーモニカ横丁。100軒ほどの店が集まっています。店が軒を並べる様子がハーモニカの吹き口の形に似ていることからこう呼ばれています。ここは毎日行列が絶えないお店。揚げたてのメンチカツが大人気です。早朝から長蛇の列の老舗、その理由は人気の手作り羊羹。小豆をペースト状にして寒天で固めた和菓子です。この横丁で70年ほど続く日頃の専門店、東京中からお客さんがやってきます。美味しいでしょ。美味しいね。なかなかやめすぎない。あんまり食べられると飽きるから。確かに飽きるから。うまい品物とお店の主人の親しみやすい人柄が店の魅力です。我々商売人同士、店同士の仲の良さと同時に義理人情の厚さなんですけど、お客さんに対してもね、それは非常にあるんですよね。夕方になると仕事帰りのサラリーマンや学生が立ち寄ります。一人でも気軽に入れるお店が多いのも横丁ならではです。お店が開店する前の早朝、月に一度の朝市が開かれます。朝市のためだけに作られた品物や食べ物を目当てに大勢の人が集まり、横丁のもう一つの魅力となっています。朝市を運営しているのは横丁の店の若い世代です。吉祥寺の秋祭り、横丁の人たちも積極的に参加しています。横丁では子どもたちと一緒にオリジナルの見越しを作ります。狭い路地を練り歩ける小さなサイズです。みんなで横丁の繁栄と子どもたちの健康を祈ります。横丁を歩いてみると個性的なお店が多く、それぞれに違った楽しみ方があるようです。